山岡邸ファミリーレジデンスにて、ネアでございます。はい。ネアなんですけど、今日はですね、ちょっと間違えた、ごめんね。まあでも今の通知いかないよね。その場で閉じただけやったら大丈夫なはず。はい。なんか走って離れるとドカーンって通知がいくらしい。だからちょっとゆっくり開けちゃおう。やったー、救急箱嬉しい。今日なんですけど、次回のデモゴルゴンと呼ばれる新しいキラーが来ると、同時に、サバイバーが実装されるね。内なる力というすげえ素敵な回復パークが来るということで、またね、セルフケアの利用者が減るんではないかと思いましてですね、ちょっとセルフケアの良さを改めて感じたいなと思って、今回セルフケアをつけてきている感じです。あとはもうなんかもう鉄板パークですね。アイアンウィルのボロータイムのデッドハードの、ああまたそれか。はいはいはい、今日のパークはどちらですか。ああ、ボロータイム、アイアンウィル、デッドハード。吉野家で。ああ、お客様、大盛りネギダク玉でございますか。わかります。それですよね、みたいな。ああ、牛鮭定食、わかります、みたいな。そんな感じですかね。っていうか、まあ、セルフケアも鉄板パークやから、まあ、鉄板オブ鉄板なんで、なんかサイゼリヤでミラノフドリア食べて、ミラノフドリア食べたけど、まだお腹空いたな、足りないな、もう一個ミラノフドリアみたいな、それぐらいの感じですかね。全く伝わらない。結構近くで倒れてた。どこだ？どこにする？俺が助けてやる。このボロータイムでな。でもまあ、ちょっとあんまり無理に助けちゃいかんけど。思ったより発電機早く直ってちょっとびっくりしてるやろな。まあ、3人で直してたからね。その他全く触れてないから安心してください、リージョン殿。よう、助けてほしいか。もうな、心音が一瞬したから、ちょっと待ってよ。ああ、助けちゃおう。俺の取られそうっていうね。急いでつけた。来てんね。待って。負傷をばらまきに来ている。バラバラに逃げよう、こういう時はね。しっかり来たー。間に合う？ OK！ 間に合わなかったー。しっかりと奥まで逃げましょう。まずい。あ、届くの？ せっかく窓越えフェイントしたのに。ダメか。小屋の方行くか。これまだ板使えんからな。とりあえず、ドン。んで、こっち来る。なるほど。マジか！ま、あっ、ちょっと、やばい。俺の悪い癖出てしまった、今。そう、あれ来てないって思った時に戻っちゃう癖があるんですよね。あれ戻んの弱いのよな。一瞬止まるにしても止まればいいのに、なんか俺戻っちゃうのよ。あれが良くない、マジで。うい、というわけで釣られました。はい。いつも第一村人。今回は第一じゃないけど。 そうなのね。じゃあこういうのね、直していかなあかんな。次頑張る、次。作ってくれそうな人がいる。まだ破滅壊れてないな。ちょっときつくなってきたな。いや、でもまだに釣りやから、バラバラに。きっと大丈夫だ。お前を信じろ。お前の気持ちを信じろ。大丈夫だ。救え。ありがとう。さっきの さっきと同じ感じになってなかった。あ、ちょっと俺が救うやつやぞみたいになってなかった。 私を奪い合わないで、サバイバーたち。いくら新スキンのネアが可愛いからって、まあ、ちょっと前だけど、さて、で、ずさんついてるから、ちょっと、とりあえず回復してあげよう。で、自分はもう救急箱で回復して、この人にはちょっと発電機を回しに行ってもらいましょう。やっぱさ、ずさんついてるのな。これ20秒かかる。ごめん。ごめんじゃないよ。今、でもあれ？あ、いや、今の、あのね、向こうのサバイバーが、反射的にごめんって言ってもたけど、俺スキルチェックミスってなかった。 あれって思いながらごめんって。あかんね、これね。自分が悪いと思ってないのに反射的にごめんって言ってしまうのは、これはこれで悪い癖。直していきましょう。言葉遣いも、なんていうの？ 言葉遣いも、チェイスの悪い癖も、両方とも直していく。そして、こうね、デッドバイデイライトの配信者としての一皮向けていくわけなんですが、俺の方来てる？もしかして。あ、来てないね。来てないけど来るかもしれん、これ。来てない、これ。負傷をばらまきに。
明るい負傷ばらまいて、ナイフ片手にスージーさん、母さん、ちょっとあいつ殺して、エンティティさん、この味どうかしら。お、なんか破滅壊れた、やったー。待って、これ、どっち来てる。これはまずい、間に合わないか。よしよし、ちょっと小屋使っちゃったね、ごめんね。うん、小屋板使っちゃったけれども、ちょっと頑張ります。うん、今のは使うしかなかったんで。待ってる位置が悪かったかな、なるな。うん、こっちか、なるほど。あ、滝落ちた、マジか。でちょっとこれでどれぐらいなのな、これセルフケアで使用効率上がってて、やっぱ半分は切るよな。うん、オッケーオッケー。でも、まあ、2回目の回復もほぼほぼ救急箱でできるから、セルフケアで直さなきゃいけないのは一瞬やから、うん、そう、救急箱足りない分はセルフケアで直しきれるという、またこれね、セルフケアのいいところが生きていく。ずさんに対してセルフケアとやな、あの40秒かかるからね、しんどいけどね。救急箱あるといいよな、これ。よっしゃ、作っていこう。こんにちは。ちょっとね、早くね、オッケー。そやな、もうちょっとずさんついてるしな、回していかんと発電機回らんよな。しっかり回していこう。あー、地下かー、地下地下山かー。ちょっとこれはもうあの人の命使って回させてもらうか。半分切りも致し方なしぐらいの勢いで、とりあえず俺もこれ直しきるわ。うん、というわけでここからもうね、久しぶりのもうひたすら発電きたわ。発電機スーパー直しエフェクトタイムを入れようと思ったんやけど、来てたわ。さあ、ハーハーする、ハーハーする、なるべくハーハーしないで。うどう、あ、来てた、マジか。ちょっとこれは切られんな。食らう。こ、よ、オッケー。ここで、まあ、ちょっとこの板使ってやるしかないか。デッドハードやな。あ、いや、足りるわ。オッケー。オッケー。オッケー。で、あ、ちょっとこれ、もう、使っとこう。よいしょ。オッケー。で、来てない。うい。どこだ？オッケー。壊してくる。あ、やばい、行くとこない。だって行くとこないですね。はい。だって行くとこないですね。はい。無理やわな。はい。まあしゃあない。今のはまあまあまあこんなもんです。どこ行けばよかったのな。これなんか、あ、この窓？いや、この窓行ける角度で蹴られてないからな。今のはちょっともう、限界やったと思う。わからん。俺にはもう限界だ。どうすればよかったのか俺にはわからない。まあ、山岡亭な。山岡亭や。オブジェクトが。よくわからない。そんなに強いのは、ないとも思うし、ね、まあいいや。まあまあまあ、まあ、とりあえず発電機ちょっと直ったから、及第点でしょうと思いながら作ってもらおう。ありがとう。全然キャンプもしない鬼やからね。ああ、まんべんなくいけてる。じゃあさ、これで俺でも死ねなくなったから、残り2個か。いや、結構残り2個で全員生きてるから、優位な状況ではあるんやけれども、俺はラス1で、ラス1の人もう一人ぐらいいるんかな。いや、そんなことはないか。まあまあ、あんまり油断はしてられない状況ではあるよ。直そう。で、これは直しちゃおう。うん。怪我よりも発電機や。ここを3人で直しちゃうことが肝要。直してからね、みんなで体直そう。きたねー。これバレないんじゃないか、2人も拡散したら。ワンちゃん、オッケー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 。よし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 、無音修理しながら、オッケー、戻ってきた。ナイス、ユーナイス、ユーはナイス、ユーはナイス。来るねー。これバレてる、これ俺バレてない、バレてない、バレてない、バレてない。オッケー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 。アイアンウィルイズグレート、アイアンウィルイズストロング。戻ってくるかな。いやけど、そう、でもね、俺よりもあの人が釣られたの、でかいな。
俺が釣られた終わりや。しかしな、持ってきたな、直しきられへんかったな。来てっかな。いや、戻ってるか。大丈夫、直しきるから発電機回してくれ。うん、自分でやるわこれは。よし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 。で、足りない分をちょっとセルフケアで直す。いいね。いや、めっちゃいいセルフケア。救急箱があってもいい。また来てる。バレてる？足はついてたからな。おお、バレてなかった。ラッキー。よっしゃ、直すぞ。直すじゃん。あ、ちょ、イタチ強いな。もうこんなに下げられてる。悲しい気持ちになるな。ああ、もうこんなに後退しちゃってるよ。ぐすん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 ってなる。よっしゃ。でも、でもね、まだ誰もね、一人死んでない。状況がクソでかいので。来たね。オッケー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 。さて、俺かメグがラスイッチやから、ちょっと死なないようにしたいんやけど、俺の方来てるかな、これ。来てる？来てる？ねえ。来てるねえ。待って待って。来てるね。ほい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 。はい、遠隔使をしてくる。まずい。オッケー。よし、クルリンパ。オッケー。よし。で、これ普通に行こう。一回普通に行こう。で、押して、次クルリンパしよう。オッケー。よし。オッケー、はい、押した。よし。やったこれでかいでしょ。一個直ったしね。うん、もう一個、あー、そう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 、結構ね、2個も進んでる発電機あったからね。やった。ちょ、あれやられるときついねよな、リージョンな。結構なんかさ、分かってても見えへんから、うん、2択になっちゃうのよな、リージョン的には。あと、まっすぐ行ったのか、あの、くるって回って板越えされた、されるのかっていうの、あれ読めないよ。読むしかないんよな、ね、それがきつい。だから今、あの、2分の1を引き続けた感じでいやー、たまたまいけたわ。うん、よし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 。というわけで、全員出れるやろうか。あー、あの人はどうだっけ、ラストやっけ。ちょっとメグの声やったと思うねんけど、違うメグで会ってくれ。メグの相方で会ってくれ。メグの相方のメグで会ってくれ。死なない。あー、あれあれ、あ、まだ生きてるわ。でも、どんどん今近づいてたメグがやばい人やで。やばメグやで。あれ、あ、君終わるよ。あの人救われたはいいけど、あの人終わりやねんな、ちょっと。あー、誰か、クソ、全員出てたかったな。しゃあないな。ちょっと帰るね、私帰るね。ごめんね、メグ。うい、一応ね、バーベチリ警戒しつつ。あー、残念やったな。まあ、しゃあないね、うん。というわけで、ちょっとセルフケアの強さ、ちょっと久々に見れたわ、うん。あんまセルフケア俺つけないこと多いんやけどね。やっぱつけてると便利やな、うん。救急箱と組み合わせてもめっちゃ便利やったし。うん、そして、最後のリージョングルグルは楽しかったです。というわけで、本日の、ねやちゃんでございました。よっしゃ。ちょっとパーク見るか。どんな感じだったやろ。あ、いいね。お米2個もらえた。ん？はよ出なはれ。俺にパークを見せてくれ。はよ出なはれ。はよ君、はよ、はよ、お尻ペンペンするよ。お、出た出た。なるほど。ズさんね。そうね。ルインズさんは分かったけど、バベチリやっぱあったんやね。アイタチが育ってない。なるほど。っていう感じの。構成でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。